ガブリエル・フェリエールは、フランスの画家である。フランス南部のニームの薬局店主の息子に生まれた。息子の絵の才能を認めて、父親によって、パリで学ぶことを許され、パリのエコールでボザールに入学し、エルネスト・エベールや、イジドール・ピルスに学んだ。1869年にサロンド・パリに出展し、1872年に、ローマ賞を受賞し、ローマ留学の奨学金を得た。 1873年から1876年まで、ローマの在ローマフランスアカデミーで学んだ。肖像画家として、フランス第三共和制の時代の貴族や政治家を描いた。1883年にアルジェリアを旅し、オリエンタリズムの絵画も描くようになった。1889年のパリ万国博覧会の展覧会に出展し、金メダルを受賞した。 レジオンドヌール学校の絵画の教授に任じられ、ジャン・レオン・ジェロームの公認として、エコール・デ・ボザールの講師となった。アカデミー・ジュリアンでも教えた。フェリーエールが教えた画家には、ポール・エミール・ベカ、ロジェヴシエール、アンドレ・フォー、ルイス・リカルド・ファレロ、アルベ・ール・リンチ、クレマンティーヌ・ヌベレーヌ・デュ・フォーラがいる。1906年にレジオンドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。